皆さんこんばんは。2023年6月初旬に報じられた女優の広末涼子氏とフレンチシェフの鳥羽周作氏によるダブル不倫報道について、2ヶ月経とうとしている7月も終わりに向かう中、新たな展開が起こりました。というのが、広末涼子氏の公式インスタグラムアカウントが突如として削除されたということです。これについてネット上では様々な憶測が立てられている状態です。今回は広末涼子氏のアカウント削除にまつわる憶測や、それ以前から言われていた広末涼子氏の噂について紹介していこうと思います。広末涼子氏と鳥羽周作氏の2名によるダブル不倫が2023年6月に報じられました。広末涼子氏の不倫により、キャンドル・ジュン氏との離婚が発表されたことも記憶に新しい人が多いでしょう。離婚の話し合いが早く進んだことについては、広末涼子氏がキャンドル・ジュン氏へまとまった金額を支払う姿勢を見せたことと、キャンドル・ジュン氏が親権について争わずに広末涼子氏を親権者として認めたことが大きな要因でした。他の報道では、キャンドル・ジュン氏は広末涼子氏と鳥羽周作氏の両名に子供への影響を考えて慰謝料などを求めない意向であることが代理弁護士によって明らかにされているという話もあるため、手切れ金はもらうけれども、それ以上は互いの今後を考えて求めないとする意向だということでしょう。不倫報道があらわになった時に、今年数年ぶりに行われた FNS 27時間テレビの中で、明石家さんま氏が広末涼子氏とドラマで共演した際、父親役をやったことがあり、そのことから広末涼子氏のことを娘のように心配していると発言し、広末涼子氏の擁護をしていたこと、さらには高知新聞も広末涼子氏の擁護をしていたことにより、女性視聴者読者を中心に鳥羽シェフの妻子への配慮が全くない、芸能人だったら何をしても許されると思うな、というような言葉が飛び交い、炎上をすることとなってしまったこともありました。週刊誌のリークによって騒ぎになった一連の報道ですが、その中で広末涼子氏についてが妊娠しているのではないかという、そんな噂が立っていたこともあったので、そちらに話を移しますが、どうしてこのような噂が立ったかについては、不倫問題を報じていたフライデーなどの週刊誌に載っていた広末涼子氏の近況の写真で、お腹が膨れているように見え、顔も胸も以前より丸みを帯びているように見えたことから、女性読者から妊娠しているのではないかと言われるようになったことが大きいです。さらにキャンドル・ジュン氏との結婚ができちゃった婚ということもあり、今回も同じような事例になった可能性があるということをテレビ関係者が話していたのだといいます。ここまで話しておいて、事実がどうかは本人や事務所が特に発表をしていないため、不明であることをお詫び申し上げます。今回の広末涼子氏と鳥羽周作氏の報道において、広末涼子氏自身は事務所が情報を流したのではないかと事務所を疑っているのだとも話します。広末涼子氏が所属している事務所フラームは、もともと社長である井上義久氏が芸営に広末涼子氏が所属していた時代にマネージャーを務めており、1998年に井上義久氏が広末涼子氏を連れて1998年に独立した個人事務所で、そうした経緯があり、井上義久氏のことを広末涼子氏は同氏と呼んでいるそうです。ただ広末涼子氏はデビューした当時からマスコミの標的にされており、何かトラブルに巻き込まれると報道されています。その度に裏で手を回していたのが井上義久氏だといいます。例えばデビューしたばかりの村田充氏との熱愛、一人暮らしを始めた途端の伊勢谷友介氏との反動性発覚、夜な夜な西麻布の徘徊、タクシーの無賃乗車などの様々なスキャンダルが報じられてきましたが、それらが報道された時にすぐさま井上義久氏が動き、なんとか立て直しを図っていました。2008年に広末涼子氏の仕事が激減した際には、事務所の存続をさせるために戸田恵梨香氏や山口さやか氏、有村架純氏など広末涼子氏に代わる女優を輩出するなどの手腕を持って
事務所の運営を立て直すことに成功し、広末涼子氏の基盤安定をしていたこともあります。そんな広末涼子氏の意思を第一に思っていた事務所がそんなリークをするとは考えにくいですが、考えようによってはもう手元に置いていてはとんでもない爆弾になると考え、早めに処理をしたかったとも考えられなくはないため、可能性としてはゼロではないでしょう。こうして様々な話が飛び交っている中で起きた広末涼子氏の公式インスタグラムアカウントの削除、理由の説明もなくアカウントが消えたことにより、ネット上では事実上の引退宣言なのでは、だんまりの逃げでなかったことにするつもりなのかというような憶測も立っています。引退については確かに可能性としてはあるのではないかと思います。以前より広末涼子氏は海外移住を強く願っていました。以前より海外移住への憧れを話していたようで、2022年に子供を連れてフランスへ移住した女優のアン氏の話も羨ましかったのだといいます。アン氏は2020年の7月に東出昌大氏の不倫が原因で離婚をしており、その後近い将来子供が、その報道を見たらどう思うかと思ったことにより環境を変えるために海外への移住を考え、10代の頃から何度も仕事で訪れていたことにより地理が分かっていることや友達がいること、何より自分が好きな国であったことを理由にフランスへの移住を決めたのだといいます。そうした話を広末涼子氏も聞いており、いつかは行きたいと話していたとのことです。そして起きてしまった不倫報道をきっかけに海外へと移住する気があるのではないかという声が大きくなってしまっている現状です。行き先はどうやらフランスなのではないかと言われており、この時期に海外移住することについては最適なタイミングなのではないかという見方もあります。不倫報道のこともそうですが、それ以上に育児についての時期が大きいです。親権については最初の方にも話しましたが、広末涼子氏が持っています。なぜ育児において時期がちょうどいいのかについては、広末涼子氏には3人の子供がおり、長男が19歳、次男が11歳、長女が8歳で、長男は日本に残って一人暮らしをしても十分に生きていける能力があるためいいとして、次男と長女についてはまだ小学生という年齢で、中学や高校に比べると編入もまだ現実的であり、さらに海外の多くの学校は9月から新年度が始まるため、準備期間としても十分あったのではないかという見方もあり、移住するなら絶好の機会なのだそうです。そこの鳥羽周作氏も合流するのではないかという話もありますが、現状ではあまり情報として不正確なためあまり取り扱いが難しいですが、能力を鑑みると十分に海外でも働けるレベルであるため可能性はないとも言い切れないという感じではないでしょうか。いかがでしたか。今回は広末涼子氏にまつわる噂、アカウント削除による騒動について紹介しました。現状では不明な点が多い海外移住や今後の広末涼子氏の行動ですが、今までの稼ぎであったり日本に置かれている現状を考えると可能性としては少なくはないでしょう。確かに精神的に落ち着いた生活をしたいのであれば、それが一番の選択肢であるとも言えます。今後の広末涼子氏の動向に注目が集まるのは間違いないと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。